クリスタルシャワー、素敵情報番組配信中。とっておきの話やここだけの話、知ってほしい情報が盛りだくさん。チームクリスタルからのギフトは、誰かのためにエイエイオー、下町スピリット。第一第三はフォーメンズのバトン回しがあったかい。 BB プロジェクトの JJ トークは熱くて面白い。第2はキラキラ隊長ナオのおしゃれライフ番組ルン。私キラキラ隊長ナオがお届けします。第4週目はクリスタルの広報部隊、西の広報者奮闘記は毎回何が起こるかわからない。見逃してはならぬクリスタルスタイル、見逃さないで。見て聞いて参加できるラジオがここにある。誰にでもある初めの一歩はクリスタルにお任せください。はい、4月でございますね。4月だというのに皆さん、まるで真冬のような気温でねえ、もうほんとびっくりします。しかしながら私は今日はね、張り切って白いワンピースで、後ほどあのファッションチェックでもねお伝えしますが来ておりますよ。まあでもね、桜がほんと美しい時期なのにね、この雨でちょっと散ってしまうかな。うん、でもまたね、緑となって新緑でね、私たちを楽しませてくれて、来年のためにね、きっと力を踏みしめて蓄えて、ピンクのお花をねまた来年の春に咲かせてくれるんだろうなと思いながら、私は結構つぼみが好きなんですよね、桜のね。もうすぐ咲くなっていう、なんかあの待ち遠しい感じね。でも今年はね、入学式に桜がちょうどねありましたから、入学入社おめでとうございます。新しいスタート。私は先日あの人間ドックをですね受けまして、ビルの上からちょっと桜をね見ましたけれども、皆さんなんかね、お花見ござしいてされてましたよ。まあ寒いですよね、でもちょっとこの時期はね、ね、お風邪を召さないように皆さんお体気をつけて、春ですからルンルンで参りましょうね。元号が変わりましたよね。あ、変わってないんだね。5月1日ですね、発表されましたね、令和。はい、ということで今日は平成最後のキラキラライフお送りしてまいりたいと思います。あとなんか2024年目処にお札が、お金のねお札が変わると、なんか昨日ニュースで言ってましたけどね。なんか人物どうやって選ぶんだろうと思ってたら、明治以降の人物ね、まあ偉人偉い方がまあなんか選ぶ、まあ組織っていうんですか、方々があって、なんか写真が鮮明にわかるものがあるかどうかがすごく大事、まあ偽造防止の観点からね、みたいですけれどもね。お金も変わりますから、まあなんかね、私大好きなのやっぱりゆきちさんはい、ですけれどもね、なんかゆきちさんもじゃあちょっと集めようかな、2024年までにね、いろんな意味でそれを貯金というんですねはい、ということでですね、参りましょうか。なおのファッションチェック。ビビディバビデブー。はい、変身ねしてくださいよ。女子は特にね、おしゃれが楽しい季節になってまいりました。今日はね、先ほど冒頭で申し上げましたが、白いね、これフリルのちょっとレーシーなワンピース、ちょっと縦のラインのね、まあ膝下ぐらいのタイトスカートで、まあフリルとレースがあしらったような、これ私の大好きなの宝塚マテリアルさん、はい、あのゲストにもね来ていただいたことがあるてるみさんのところのワンピースを、はい、着てまいりましたよ。いかがでしょうかね。まあ YouTube でまたね見てみてくださいね。であとなんかこのワンピースはあの1万円台で買えちゃうんですよね。てるみさんのお店はそこにこだわって、15年お店されてるんで、オンラインでもね買えるし、まだ多分この白いワンピースもあるんじゃないかなと思いますので、
見て気になる方は宝塚マテリアルで検索してみてくださいね。いやいや寒いな寒いな。あれなおさん今日も素敵ですね。そう、うん、本当にね今ね冒頭でも言ってたんですけど、うん、全身今日は真っ白というね純白のピュアな白え気持ちで、ね、そこにこう腕のところと胸のところにねちょっとこうレースな感じで、春らしいワンピースだなと思って、うん、前室でずっと拝見しておりました。なんかその割にはずっと携帯いじっとったやん。そんなことないっすよ目のやり場に困るかな男子は。あ、照れてたんだ。それは知らなかった、うん、まあそういうことにしとこうか。そのワンピース1枚台で買えちゃうんですか、うん、そうなの。いいでしょ。いやびっくりしました、ね、そうなんだから、うん、男性がねまあちょっと大事なね方に、まあ、お母様でも彼女でもね奥様でもプレゼントにね、ね、すごい素敵なでしょ。で値段わかんないか、はい、まあ、オンライン見られるとちょっとバレちゃうけれども、すぐ売り切れちゃうから、ね、ある意味ゲットする、まあそのなんていうのタイミングも大事だし、うん、価値あるんでね、うんうん、こう男性目線から見るとね今日は奈緒さんこう白一色じゃないですか、うん、なかなかこう白一色でこうやっぱこうパーティーの場とかに行くってならあれだと思うんですけど、うん、普段に行くのってなかなか難しいのかなっていう、 こう男性目線が ねすごくあって、大体ほらウェディングだと花嫁さん ね白だから、そうそうそう来ちゃいけないのよ、うん、だから例えばこう日常使いにそれにこうワンポイント、うん、何かアクセントを加えるとしたら、うん、奈緒さんとしてはどんなものを入れたりするとより、え、女性がですか。そうですそうです。あ、今日私はこのディアバンテの、うん、私コーディネーターの仕事をしておりますが、まあリボンのね、はい、キラキラの、3つ揃えて、ペンダントピアスリングと、これ3点セットパリュールって言うんですのよ。パリュール、うん、覚えました。あ、覚えてや、はい、そうそう、だからね1つずつほら一気に買うのちょっと難しいけど、やっぱりね記念日ごとに集めて私も行ってるんだけど、まあ、男性からこうほらね年に1回ご褒美として1つ2つ3つ3年かかるけどさ、行くない？いいですね。プレゼント、ね、ちょろっとしたねキラッとしたワンポイントがねまた素敵な感じで、うん、だからあえてここゴールドじゃなくホワイトにしたんだよね。ね、同じような色の感じで合わせて、ね、そうそうそう、おっしゃる通り、そこポイントなんですね。あー、よくわかってるね。なるほど、メモりました。そうそう、オーケー。だからなんかこう女子も男子もなんかこう、あ、なるほどねって思ってもらえるようなナオのファッションチェックにねしていきたいなと思ってるんで、今日良かったよ、しんじ。ありがとうございます。いい質問。もうメモメモですよ、うん、はい、もうメモメモメモとだしょ、はい、早速明日から言いますよ、パリュール。パリュールね、はい。はい、ということで始めましょうか。時代は進化中だからラジオだけど目が離せないクリスタル、考えるだけでなく一緒に感じてほしい。楽しみ方はいろいろ。リアルタイムなら YouTube ライブでレインボータウン FM を選択してね。スタジオ前は特等席。みんなで作るラジオの始まりですよ。はい、今日のキラキラライブはですね、クイーン特集でいきたいと思っておりまして、ね、ボヘミアン・ラプソディ去年11月上映スタートでしたが、もう4ヶ月経過してロングランヒットですよね。なんか4月中旬までやってるっていうことで、私もねまだ見に行ってないので調べたら4月11日明日まではねやってるみたいですね。なんかもう興行収入もすごいですよね。3月17日時点で904万人動員の125億ね。アカデミーね賞、作品賞はまあ逃しましたけれども、主演男優賞を取りましたし、なんか見てみたいなと思って、はい、クイーン特集で We are the champion。 But committed no crime and bad mistakes, I've made a few.
taken my vows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been a bed of roses. コーナーに参りましょう。毎回なおが思うハンサム女子平成のウルトラマンをゲストにお招きして皆様にキラキラルンをお届けしたいと思います。はい、横でも反応しちゃってましたけれどもね、ご紹介いたしましょう。ハンサム女子の方ですよ。はい、パーソナル美プロデューサー神尾幸男さんです。はい、ちょっと面白い今の。はい、かわいい。ハンサム女子なんですね。面白すぎるわ。あ、初めて知った。ハンサム女子です。嬉しいな。まあ、男前なオナゴいうことね。ぴったりでしょ。ぴったりだね。そうそう、ですね、まあ、はい、幸男さん、うん、はい、さっちゃんと呼びしてるしでしょうか。はい、さっちゃんで。はい、これ、あの、美、はい、プロデューサーとか美しいと書いてね、はい、美ですよね。そうなんです。美をね、あえてこう、はい、漢字にしてみました。はい、美しいっていう字を、うん、そう、それでこうちょっと日本っぽくもしてみて、パーソナルプロデューサーではなくて美しさをプロデュースするっていう、あ、漢字の美ね。はい、そうそうそう、あの、和風を出すっていうのは漢字ね。うん、あと日本人だっていうこともね、ちょっと入れときたかった。そうそうそう、うん、なるほどなるほど。今ね、はい、あの、活動してるのは、うん、東京でいうと高輪だよね。そうですね。で、もともと美容師さんで、うん、そうですね、うん、今も美容師ですけど、もともとというか失礼いたしました。でかすぎる声、大丈夫大丈夫美容室は、岐阜と名古屋と、うん、あと白金高輪では、私一人でピン芸人のようにね、そうそう、パーソナルプロデューサーを、サロン形式だよね。そう、そうなんですよ。うんうんうん、なので岐阜と名古屋は、あの、もうスタッフがいて、あと実は娘も美容師で、うん、そう、2人の娘が、あの、そこは入って、それでスタッフが、今7人かな。結構いるね。はい、2店舗合わせて。そうですね。うん、7、8人、うん。ちょっとはっきりしない。じゃあ総勢10名。まあまあ10人。はっきりしないと、あの、漏れてた人がかわいそうだよ。そうだよね、そうだよね。誰が漏れてんの、誰が漏れてんのみたいな。ダメダメ、ね。ね、そうですね。みんな頑張ってくれてるんだから、さっちゃんがね、お留守の時に。で、まあ、岐阜と名古屋で、はい、そうなんです、1軒ずつ。そうなんです。
そして東京の方では、サロンは持たずあえてね、うん、まあ、自由にこう動き回りたいという私のやりたい放題な感じなんですけど、まあ、だから固定な場所は持たず、うん、自宅を自宅兼サロンみたいな感じ、ね、そうですね、美容室というか、うん、プロデュースする場として、うん、白金高輪のねマンションでやってますね、うん、なんかあれでもね、うん、誘ってくれて私、うん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 、来てくれたよね、一回ね、一回行ったけど、うん、あこれ行きたくないって思ったのかな、すっぴん、あれねこれはね、キラキラ、うん、キラキラ女子会ってよくあるけど、うん、キラキラすっぴん女子会っていうね、あ、私キラキラ体操なおです、そうですね、だからなおちゃんにはぜひぜひ来てほしいんですけど、すっぴんではキラキラしてないから、いや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 、それはもう、絶対キラキラだと思うんで、あ、まあ、5個はさしてるんですよね、いろんな意味でね、髪の艶もね、あ、そう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 、一時期本当にピカピカだったけどね、ピカピカいろんな意味でねそうそうそう、いやでもキラキラっていうのと、うん、すっぴんをあえてかけたのは、うん、やっぱりね、こうただのこうお顔がすっぴんになるだけではなくて、心からね、すっぴん丸裸、そう、丸裸になって、さっちゃんの前で丸裸、そう、はい、もう包み隠さず、うん、いろんなこうねものを出しちゃって欲しいなと思って、うん、デトックスだね、そう、それで、うん、なんかスッキリってなってまた新しい人生を歩み出すみたいな、うん、明日からね、そういう会にしたかと、うん、元気になって明日から新しい人生スタートだよみたいな場所にしたい、そうそうそう、生まれ変わるのよみたいな、うん、あ、それいいよね、それいいよね、私もテーマがさ、うん、リボーン、おー、ね、いいね、なんかほら今ね、うん、ちょうどほらトピックなのが、うん、昨日ニュース見てたリノベブームなんだって、うん、でリノベーションってさ、うん、まあ、それも生まれ変わらせるんだけど、ゼロからじゃないじゃない、うん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 、土台があって、ね、うんうんうん、変えるんだけど、うん、リボーンっていうのは、うん、ゼロからなんだ、おー、でも毎朝ね、人生がゼロからスタートだって思えば、うん、なんか何も、いや、それはちょっとしんどい、毎日毎日そんなの生まれ変わってもな、私ね、毎日ね、そう思おうっていうふうにね、赤ちゃんみたいなね、なんかこうピュアな気持ちになるって意味では ね汚れますからね、いっぱいね今日もね、雨でね、大変なことになってね、雨でというか、雨では大丈夫だったのに、ね、もうね、その話しちゃう、ね、ちょっと大変なことになって、いや、なんか今日現れた、ね、やばいよ、私、待ち合わせ場所じゃない、うん、突如私がテクテクこう歩いてる時に傘さしてたのね、雨だから、そしたら私も結構下向いてまあ割とブルーになるじゃん、雨ってさ、うんうんうん、せっかく白ワンピー着てんのになんか跳ね返りがね、着ても嫌だしなと思って、うん、なんか割とうつうつしたとした感じで下向いて歩いてたんですよ、うん、そしたら突如うわっって現れて、あ、ごめんなさいね、後ろからね、皆さん大丈夫です か, てすか、後ろから現れるというより、なんかこう目の前に顔が現れた感覚、そう、もうびっくりさせた、びっくりして心臓バクバクしちゃいましたよもう絶対なおちゃんだと思って後ろからでもちゃんと確かめないと失礼かなと思って、あ、それでこう後ろからね、顔を、そう、そう、徐々に徐々に顔を出したつもりがキャーとか言ってる、いや、抜き足差し足忍び足で来たでしょ、いや本当に叫んだわもうやめてとか言ってちょっとプチ怒ってたもんね一瞬ね、そう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 そんな雨の中、ね、ちょっとお腹も冷えちゃって、お腹の調子悪くしてね、何だったんだろうと思って、なんか緊張してんのかな、実は意外にも心臓に毛生えてるのに、ねえ、いや、ねえ、実は否定しないのなんかもうお腹壊しちゃって、うん、もうね、駅で走ったトイレを求めてそういうこともあります、やばくないですか、もうやっぱ冷えてるんだと思うよねえ、うん、カイロ貼ったのに ね、いや、やっぱ心底こう冷えてたんだよ、うん、ねえ、うん、いや、あれはね、うん、大人になってからね、さすがにね、うん、ねえやばいじゃないですか、そんなことこう生放送で言われてもねいや、でも本当にね、寒いから皆さんね、うん、一言じゃないよ ねやっぱ北海道ちょっと持っときましょう、うん、で、だいぶ治ったんでしょ、そう、だいぶ治った、今全然大丈夫、ね、
よかった、うん、本当にね、これ穴開けたら大変なことですよ ね、トイレ行きたいとか言って、ね、まあ、ない、それはない、さっちゃんは絶対に突如現れるから大丈夫。ママちょっと話戻すとさ、はいはい、まあ雨の日もあるわけじゃん、うん、人生もさ、うん、ね、あるよね。でもそこをちょっとなんか復活する、こう、うん、いつも明るいからさ、うん、なんか明るいっていうか、うん、実は暗いっていうあ、なんかそれわかる、うん、内面が暗いのよ。私もそう、私もそう、あ、そう、うん、なんか同じ匂い感じるよね、まあ、ちょっと違うけどちょっとちょっとそこに行かないでよそうそう、なんか内面がね、どうしてもこう、うん、うつうつとやっぱね、うん、しがちなんだけど、うん、でもそれをね、人に見せるのが良くないかなみたいな。あ、それはそうだね、うん、だから、うん、なんかあえてこう頑張って明るくしてる部分もあるし、うん、あとね、なんかね、暗さをね、またね、逆にね、なんか楽しむっていう時もあって、で、すっごい落ち込んだ時に、うん、もっと落ち込む、なんか映画見たりとか、あ、音楽聴いたりして、ね、うん、わざわざ落ち込んでみたりして泣いちゃう、うん、でもっと落ち込ませて、うん、とことんで、とことん底辺まで行って、うん、そうするとね、すっきりする。あ、それわかる、それわかる、あの、涙流すとなんか本当にリセット、リボーンされるよね。そう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 、うん、そうなのそう、まあ、あの、あれ、リボーンっていう、はい、なんか似た名前のカット名じゃなかった？あ、そうそうそう、あのね、うん、そう、ステップボーンカットっていうカットやってるんですよ、うん、そう、それ牛尾さゆりさんっていう方が、うん、あの、考え出されたカットなんですけど、うん、そのカットがまたすごくて、うん、あの、本当にステップボーンのボーンはリボーンも入ってるかも。本当はあの、骨というか骨格を補正するっていう、入ってないじゃん、骨じゃんごんかとか言って、ごんかとか言って、ボーンだから。でもね、両方あるのよ、多分。でもそうだよね、多分とか、ね、骨と共に生まれてくるもんね。そう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 、うん、だからね、骨を、まあ、補正するっていうような意味で使われてはいるんだけど、うん、でもやっぱこのカットをね、いつも私もう5年ぐらいかな、5、6年このカットをするようになって、うん、まあ、美容師歴38年なんですけど、あら、いいんですか、そんな年がバレちゃいますよ。そう、38年なんですけど、でも5年前からこのカットを取り入れるようになってから、うん、すごいお客さんこう泣いちゃったりとかね、そのカットをしてすごい感動して、うん、すごいこう、私がやりたかった髪型だったんです、うん、みたいな、なんかすっごい感動が生まれるカットだったんです。嬉しいね。そうなんですよ。いや、まあ、そのね、現在の活動、まあ、うん、今お話でね、皆さん大体分かってくださったと思うんだけど、うん、あの、ほら、まあ、そのカット、うん、さっちゃんの美容室でやってらっしゃるんだよね。そうなんです。でも俺、はい、さっちゃんになんかしてもらいたいなって思う人は、うん、はい、どうアクセスしたらいいの？あ、Facebook、うん、LINE、うん、などで神谷幸男、インスタもやってます。で、はい、そのままの名前なんだよね。そうですね、漢字で神様の谷の幸せ代表っていう、うんうん、もうそのままだね本当に芸名じゃないですよ。いやー、ね、あたを表すって本当だと思うな。 そ, う、はい、そこで検索していただいて、この顔を見つけ出していただいて、うんうん、メッセンジャーでいただくっていう、まあ、この顔をね、今ちょっとラジオでは分かんないから YouTube で ね、まあ、ですね、ね、見ていただいてね、はい、ぜひ見てください。うん、いや、もうお顔見てほしい。神の顔ですからね。いや、顔見るだけで笑えるかもいや、とりあえずですね、はい、うん、まあ、今日はですね、さっちゃんのこのキャラクターのね、魅力を皆さんに知っていただいて、はい、さっき言ったカットだけに限らず心をね、うんうん、まあ、元気にすることを目指しているのがパーソナル美。そう、美。プロデューサーだよね。そうですね。ということなので、はい、まあ、続きはちょっと曲挟んで聞きましょうかね。うんうん、はい、さっちゃんがなんで美容師になったのかっていうのをちょっと聞かせてもらいたいな。はい。わ、ね、かりました。うん、じゃあさっちゃんにチョイスしてもらったクイーンの曲で。はい。はい、おー、いいね。参りましょう。ドンドンちゃん。We will rock you。Make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man.
you got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it! かわいい。ロキューできましたでしょうか、皆さんのハートをね。はい、ロキューですよ。マネしょ、ロキュー。はい、では続き参りましょうね。今日はね、パーソナル B プロデューサーの神谷幸代さん、はい、神様の谷の幸せ代表、ね、皆さんもう覚えましたね。はい。そう、さっちゃん、なんで美容師になったの？はい、あのね、私は15の時から美容師なんです、実は、うん、美容師になったのが早くて、うん、でその頃ね、なんかね、お母さんが、うん、まあ父と母は離婚をしまして、うんうん、それで、まあ、うちにはお金がないと、うんうん、で高校へ行かせれないみたいな、うんうん、宣告を受けて、はいはい、みたいな、でもと思ったけど、うん、まあ、自分が出た方が多分お母さんは楽になるんだろうなと思って、うん、それでなんかもう、あの家を出て、あの 寮生活をしながら美容師になるっていう道を選んで、うん、そう、それで美容師になったっていう。じゃあいくつの頃から自立してたってこと？うん、だから 15でもう家を出て、そう、中学卒業して、うん、もうすぐにね、あの家を出て、で、あの寮生活に入り、うん、でなんか美容学校もその通信っていうのがあって、うん、美容室に入りながら見習い生として通信をやりながら、うん、こう通ってたっていうか、だから学校に行くんじゃなくて、うんうん、そうそうそう、働きながら、ね、まあ、ちょっと古い言葉で言うとデッチ奉公、デッチ奉公、古、私好きな言葉なんだけど、まあ、 そう、なんかさ、美しいじゃない？そうか、デッチ奉公かな、うん、そうそうそう、だから、うん、それが、うん、まあ、あの最初に入ったお店が10年以上お世話になってて、うん、それこそね、あの お礼奉公っていうのがね昔あって、うんうん、やっぱりすぐにやめて、本当にお礼奉公っていうの？そうだよ、やめて、あ、そう、あながち間違ってなかった。もう間違ってないよ。そうだよ。そうそう、だから、うん、そこからなんか、あの最初にね入ったところのお店の先生がすっごいこう厳しいんだけど、うん、お母さんみたいな人で、でもお味噌汁の作り方から、うん、もうあの何、お花の生け方から、うん、もう全部教えてくださって、うん、だから美容師としての学びもあったんだけど、うん、なんかその先生にすごいね、あの人間としてというか、うん、女性としてもね、女性としての教育がすっごい受けて、うん、そうなんですよ、たしなみも含め、ね、でもこんなんだけどね。うん、なんだけど、そうやな。そうやな。いや、そんなことないよ、結構自由奔放に ね、まあ、でもベースにちゃんとそういうものがあって自由なのと、うん、何も知らずにはちゃめちゃなのは違うからね、うんうん、ありがとうございます、うん、それ私もそうですの。あ、そうですの。そうですの。いや本当にね。そうか、うん、だからそれがあっての、あとはあの次に入ったお店でもそういろいろこう経営について勉強をね、うん、させてもらえて、うん、なんか美容師っていうのはこう全てを勉強できる場だなっていうのはすごい思って。確かに、まあ、うん、やっぱり頑張る人はいつか自分の美容室持ちたいっていう思いでね、そうそうそう、
とあってね、それは、うん、もう手荒れはするわね、もうひどかったから手荒れが、うん、もうここまで荒れて、うん、もう今はちょっと見えないかもしれないですけど、ここに跡があるんですよ。あるある。そうで、ボロボロだったんだけど、うん、でもなんか何回もやめようと思った、それで、うん、もうね、手荒れがひどすぎてもう泣けてくるのね、その痛みで。うん、そうでね、お布団になんか血がついちゃったりして、もう剥がれない、こうシーツが。え、それでもこう次の日シャンプーとかしないといけないわけでしょ。染みるよね。めっちゃ染みて、いったーってなりながら、うん、あとは昔だから手袋しちゃダメみたいな、今手袋してシャンプーしてもいいよっていうのがね、結構一般的なんですけど、うん、でも今、昔はもう手袋しちゃダメ、うん、でもう切れてもしょうがない、うん、もうバンドエイドいっぱい貼ってね、うん、そうシャンプーしてた。いやでも今でもやっぱり美容師さん、そうだもん、うん、バンドエイドしてたりするもん、ね、痛々しいですよね、うん、でうちの娘が今やっぱりそういう状態で、うん、なんとかしてあげたいなと思ってね。あれ、なんかそういうの発明してもらったら、これ絶対 なんか言ってたよね。そうね、そうね、なんか ねえいいよね、本当にね、うん、だからこう手荒れがこう少なくなるようなシャンプーを使ってても、うん、もうお水だけで荒れちゃったりとかね。だよね、だから結局水荒れだよね。そうなんですよ。そのなんていうの、使うシャンプーとかそういう薬剤の問題じゃなく、だったらもうやっぱ手袋しかないよね。そう、手袋しかない。でもやっぱあれね、うん、洗ってね、いただいてる側からすると、やっぱりなんかこう違うのかもしれないね、感触が、うんうんうん、そうね、そうね。今いいのがあるんだけど、すごくね、手袋でもこう釣らないタイプ。うちの娘それでこの前洗ってくれたら、うん、あ、痛くないねって。あ、本当、あ、大丈夫それならみたいな感じで、うん、そうそうそう。だから、まあ、乗り越える時は乗り越えて、うん、私もだから手荒れすごいひどかったけど、うん、ちょっとこれ見えるかな、全然今荒れてないんですよ、うん、だからなんかその手荒れの時期を乗り越えると意外と、うん、強くなるの、免疫がつくのかな。そうね、なんかなくなって、うん、本当に楽になったんで。ある日突然治ったの。治っちゃった、うん、だから治る時も来るし、うん、まあ、そのあまりにもひどければこう、ね、働き方も変えたらいいかなと思うんですけど、うん、ね、結構美容師さんそういうの悩んでる人結構多いんでと思うな、うん、でも働き方変えるって言ってもさ、うんうんうん、やっぱ自分のこうやらねばならぬ担当っていうのがあるわけじゃない、うんうん、あれってこうまずほらシャンプーからでしょ。あ、でもシャンプーは別にやってもらってカットだけとか、うん、そういう方法もあるので、あるんだね。そう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 、まあ、だからそこもちょっと多様化していけばねえ、いいし、うん、あと私みたいにもうパーソナル美プロデューサーですっていう感じで、うん、その一人の女性を全て美しくする、うん、だから要はお洋服から、うん、ジュエリーから、うん、あの全てのパーソナルのね、なんかプロデュースをしていくっていうお仕事にすると、うん、結局あの人数が少なく済むんですよ、まあでもね、だから何人もやるとかじゃなくて、それはね、やっぱ経験値、うん、ベースがあって、うん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 、のさっちゃんだからしてほしいってなるのよ、うん、私も今それに、まあ、似たようなトータル、うんうんうん、ライフプロデュースやってるんだけど、そうだよね、やっぱお店もやってたとか、うん、その今までの活動があっての、うん、あの、まあ、キラキラ隊長、ね、なおちゃんだから、うん、だからそのやっぱりいきなり、かわいい、ありがとう、うん、いきなりさ、うん、こうね、18ぐらいで私トータルライフって言われても、なんかちょっとほら、そうですね、腑に落ちないというか、うん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 、だからやっぱりある程度修行は必要なんだよ、うん、そうだね、どんな仕事もある程度はね、数は必要かもしれないね、うん、いろんな人をやっぱ担当させてもらって、うん、私も1日ね20人から30人カットしてた時期があって、おー、すごい。そうなんですよ、うん、もうね、何百人も、月に何百人もカットしてて、うん、だからそれをこう乗り越えてというか、それを経て今があるっていうのは、うんうん、すごい自分でも、でしょ、ベース、それは自負がある、ね、うんうん、やっぱ自信になってるわけだから、それはね、若い美容師さんたちね、うん、どんどんそういう道に行ってほしいんだけど、その前にやることがあるなっていうのはすごい感じますね、うんうんうん、だからほら先がなんか見えないと頑張れないけど、うん、あ、こういう生き方とかこういう仕事のスタイルもあるんだっていう、うん、ある意味提案だよね、うんうん、でそういうのがあったらじゃあ頑張れるっていう、うんうん、人間ってやっぱ目標がないとさ、そうそうそう、夢がないと頑張れないから、それちょっと先陣切って、先陣切ってね、もうなんかちょっと頑張ろうみたいな、いいんじゃないですかそうなんです、ね、そんなさっちゃんですけれども、はい、まあ、ちょっと2曲目を挟みましょうかね。まあこれさっちゃんも好きって言ってた曲なんで、はい、大好き大好き、はい、クイーンで Don't Stop Me Now。 I feel alive。
いいね、いいわ。いいね、本当に感動してね。見てないのまだ、そういえば。そうなのよ、やば、見てないって、やばいっしょ。多分明日で終わりそうな感じがする、まあでもほら、うん、後から DVD でね、うん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 、でもやっぱね、映画館で見る臨場感ってね、なんか男性が、うん、泣くんだよね、あ、もうあの、新次号がね、アシスタントのもやっぱ全然違うとうなずいております。やっぱ映画館に行けと。そう、応援上映ね、行ったから応援上映。違うんだよね、やばいあれ、うん、でも、うん、もっと自分の中ではこう応援するつもりで、本当になんかライブ感のある感じかと思いきや、うん、意外とね、静かだったんですよね、地味だったんだよね。でもわかんない、大阪はもっとすごいとかなんかあるんじゃない、地域ごとに、まあ、地域柄あるからね、うんうんうん、やっぱり ね、お国柄と言いますか、そう、お国柄ね、昔ね、そうそう、日本は一つずつ国でしたからね。あ、そっかそっか。だから私、他局というか、うん、あのテレビ局の、うん、あの噂の県民賞、うん、どこの局かちょっとわかんないけど、うん、大好きなの。もうほら全然違うじゃん、うん、習慣とか、食べるもんとか、え、これ普通に食べて、え、みんな食べてないの、みたいな、あれがね、すっごい大好きなんだよね。そうね、そっか、神戸だもんね、うん、私は ね、まあ、兵庫県民です、兵庫県民、はい、岐阜県民、岐阜県民、今日、昨日雪が降ったらしいですよ、そうよ、岐阜県、ね。そうだよね。まあ、そんなさっちゃんですが、うんうん、まあ、未来に向けてね、うんうんうん、ちょっとお話聞かせて。そうですね、うん、今岐阜名古屋とね美容室経営してて、うん、でもうそこはそこでね、本当にスタッフがねどんどん育つ場所というかね、うん、なんか、みんながこう羽ばたくために、うん、すごく切磋琢磨しながらサロンをね、うん、こうやるっていうのはずっと変わらずこのままやり続けるんだけど、うん、自分の動きとしては、うん、まあ、ちょっとぶっ飛んだ言い方すると世界平和に向かいたいみたいな。だって国連行ってたよね、ニューヨークでね。そうそうそう、国連にね行く機会もいただいてね、 なぜか、なぜ私が国連みたいなね、ちょっとすごいびっくり、私も自分で自分がびっくりだわみたいな。なんで国連なの？いや、だから結局私がずっと言葉として走ってたのが、うん、なんか世界平和、世界平和って、うん、なぜかわかんないですけど、世界平和をやりたいみたいな。そう、そしたら国連に行く機会があるよっていう話になって、うんうん、それでなぜか国連に、あ、ちょうどこれで行ってましたね、そういえば。このお洋服でブルーので、ここにブランド名、あ、これね、デューカっていうね、うん、デューカ、またこれもね、ちょっとまた紹介したいんですけど、うん、日本人のブランドなんですよ ね、で、ちょっと着物っぽいでしょ、素敵よ、ね、確かになんかここの襟のこの浮き具合とかね、着物風に、ね、そうしてあってね、うん、だからもっと日本人がどん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 世界に出て、なんかキラキラ、お首がキラキラパウダー、つけちゃった、見えちゃった、今日はキラキラ隊長に会うから、 ありがとうだからキラキラしとこうみたいな、ね、すごいキラキラしてるんですよ皆さん。あとネックレスもこれさっちゃんのさ、そうなんです、ハッピー CO8 っていうね、プロデュースしたブランド名言って、そうなんです、ハッピー CO8、 もう一回言ってたんだ。いや、私も持ってますね、買っていただきました、うん、はい、1つ3種類やってネックレスに、 その中に世界平和っていう、うん、世界平和の愛っていうのをね、うん、テーマにした、うん、ジュエリーもあって、3つ言って、そ、そう、あの、なおちゃんにお買い求めいただいたのは、はい、揺るぎない愛。そしてこれが、うん、なんと幸せなお金持ち。大事、 それ大事だよね、幸せなね、お金があっても幸せじゃなかったらね、いけないから、幸せなお金持ち、まあ、じゃあ金運上がる、はい、愛情運上がるね、はい、でもう一個世界平和、最後は世界平和、あ、素晴らしい。だから今ね、もう完全に幸せだと思ってる人は、うん、どんどん世界平和に向かっていただきたいなっていう、ね、そうだね、還元するっていう意味でね、ハッピーをもらってるからお返しする、うん、そうするとね、得積みになるから、うんうんうん、まあ、私この考え方なんだろう、仏教かなんかちょっと分かんないんだけど、うんうん、そうね、そうだね、なんかでも日本人に根付いてるよね、うんうん、いいことすれば絶対返ってくるっていう、そういうことだよね。そう、まあ、だから自分の必死な生活に、うん、まあ、そこから、うん、まあ、ある程度ステージ来た方々は世界平和へと、うん、そうなんですよ、うん、なので、なんか世界平和っていうとね、すごい大きいことのように聞こえるんですけど、うん、でもなんかこうね、この日常でもできるなと思ってて、
ね、そうね、例えばありがとうっていう言葉を言うのもそうだし、うん、なんかねその言葉をかけるっていうだけでもね、うん、まあ、世界平和につながるんじゃないかなって、まあ、それはちょっと飛躍してるけどな、うん、あでも 言いたい意味は分かる、ね、なんかね心が平和になるもんね、やっぱ争わなくなるってことだから、そうそうそう、それが大事だよ ね、それ大事ってことだよね、まず周りの人と争わずに、うんうん、ね、平和で過ごす自分でいるってことだよね、うん、よく喧嘩するけどね、うん、まあそらなよく喧嘩するんですよ、はいはい、人間ですからあるある、うん、まあ、でもこう表現の仕方一つで、うん、人って怒ったり笑ったりするから、うんうんうん、なんか自分の伝え方を ね変えれば、うん、ね、怒らせることもなくなるわけだし、うんうん、なおちゃんにね、うん、いろいろね教えてもらってるもんね、うん、そういえば ね教えたってるないろいろねこういう時はこうやって言った方がいいよとか言ってね、まあ、私もね、なんかほらこうラジオをこう始めてね、うん、まあ、うん、今何年目になるのかな、2015年の10月から、うん、2年丸もっとかな、あ、2015年か、5年だから3年半、うん、すごい、そう、最初5分から始めて、うん、あの人前で喋るのが本当に苦手だったから、うんうん、それを克服したくて、うんうんうん、そして5分の間に自分の伝えたいことをどうやって表現すればいいのかとか、やっぱ考えるでしょ、うん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 、なんかそうするとね、なんか日々それこそ、うん、なんかずっとこうそこにこう入ってるんだよね、こうどっか、うんうんうん、すごいよね、でも、うん、なんかそんなにあの最初からこうやってね話せるのかなと思ってたけど、違うの、そうだったんだ、だからそのスイッチが、そう、へ、常にこう意外なんか物事の見え方が変わって、うん、あのそれでね、すごい自分自身の表現力も変わったし、うんうん、なんかあの受け取り方も変わった、うん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 、あのね、景色が変わりだすの、あ、すごいすごいすごい、なんかわかるでしょ、うん、わかるよ、うん、だからそういうことしたいってことだよね、うん、そうそうそう、だから、うん、まあプロデュースもそうだし、うん、あとね、すっぴん活動もそうでしょ、そうそう、すっぴん活動もそうだし、うん、今度ね、アースっていうね、地球の大会の、うん、美を競う、うん、あの大会があって、それのバックのね、バックステージに入らせてもらうことになって、歌うの、いやいやいや違うんです、あ、それアースインザファイヤーなんかイメージしちゃって違うんです、あの ミスではなくて、うん、ミーズ、うん、ミーセス、うん、だから要は結婚してる人、うん、まあ、結婚したけどちょっとダメになっちゃった人、うん、そういうなんかミスミズっていうのかな、うん、アースっていう大会があって、うん、でそれはねすごいこうやっぱり応援したいなっていう気持ちがすごい出てきて、うん、まあ、ミスだとね、まあ、若いしね、可愛い子いっぱいいるけど、うん、やっぱりちょっとね年齢がいったりとか、いったりじゃ年齢が重ねて表現、私も53歳なのであ言っちゃった、え、重ねておりますね、ミルフィーユのように美しくね、重ねられた方とか、本当に、まあ、美しいなって、逆に、うん、なんていうの、そう、その歴史を重ねることによって美しさが増すっていう感じが、うん、本当にすごいあるの、そう、うん、そう、だからそのバックステージっていうのは、うん、ヘアとかね、うん、いろいろこう、きれいに、あの、そう、きれいにするための、うん、あのバックでねこう入る、うん、あのお仕事なんですけど、それを入らせていただくことになって、じゃあそこに、そ、じゃあ行きたいなって思う人はなんて検索したらいいの、じゃあ、ミセス、うん、ミズ、アース、ミスじゃなくてミセスね、ミズ、アース、はい、ミセス、ミズ、はい、アースで検索したらチケットが売ってるのかな、そうですね、うん、今もあの売ってると思うので、うん、ぜひ検索してみてください、ぜひチェックダウト、はい、なんかどなたかフェイスブックでチェックダウトって書いてくださってた、あ、本当、やった、私いいねしたよ、誰なんか見るね、うん、チェックダウトしとくねって、あ、そっかそっか、はい、あ、ありがとうございます、聞いてくださってますかね、そういうコメント嬉しいよね、うん、ね、ということで、今日はもう時間あっという間に過ぎましたが、はい、ね、パーソナル B プロデューサーの神谷幸男さんに来ていただきました、はい、さあ、じゃあまた来てね、はい、ありがとうございます、うん、ではでは、クイーン特集、はい、参りましょう、キラークイーン、She keeps a moray chandel in a pretty cabinetShe says, just like Marie Antoinette, a building a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, jeopardy, dynamite with a laser beam.
to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to geisha minor. And then again, incidentally, she's in that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Forgot she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class. You absolutely try. She's out to get you. She's a killer queen. Gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? ボヘミアンラプソディのもう今映画行かなきゃ行かなきゃって思ってる方もいらっしゃると思いますが、クイーン特集でライブをお送りしております。それではエンディングに行きましょうか。まだ最後に曲かけますからね、皆さん、あの曲あの曲見て聞いて参加できるラジオがここにある。見逃せない番組クリスタルシャワー、自画自賛ポジティブ万歳、お役に立てたら嬉しいクリスタル情報、経験してきたことの中にやり残してきたこともたくさんあります。無駄なことは一つもないってことが分かれば楽しんだらいいですよね。手を変え品を変えて伝え続けることが今の私たちにできること。うまくいかなかったことの中にはヒントがたくさんあります。みんなが夢の途中だから、経験をたくさんシェアできたらそこにはもっと素敵な始まりがある。そう思いませんか。今日もキラキラなお時間でしたね。今日のクリスタルシャワー、あなたにとってお役に立つ情報はありましたか？自分だけの経験だけでは知らないことの方が断然多い。だから合言葉はリンクしてシェアしてコラボレーション、ルン。週の真ん中もクリスタル、とっておきの情報キャッチしてくださいませ。次の番組は大江戸ワイドスーパーアフタヌーン、亀戸にありますアンフェルションスタジオからの放送です。毎週映像はブログやフェイスブックに掲載しますので、そちらもお楽しみください。チームクリスタルのすべての情報はクリスタルのホームページ aao.com をご覧ください。お楽しみが盛りだくさんですよ。クリスタルからの幸せな時間のお裾分け、番組の参加応援大歓迎です。クリスタルシャワー、下町スピリット、合言葉はお互い様にありがとう。平成最後のキラキラライフでした。来月は令和5月8日水曜日14時お会いしましょう。今月はこの曲でお別れです。ボヘミアンラプソディ。 Is this the real life? Is this just fantasyCaught in a landslide, no escape from reality.